まあ、徳島県においてはまさにこの3月末までということで546人が累積の患者さんと、全国ではその時点では4番目に少ない県、ただこの4月1ヶ月間で773ということで、一体何が起こったんだろうか、徳島でと、全国の皆さん方も大変注視をいただいたところであります。そして我々としてもしっかりと分析をする、これは変異株のサーベランスということで、まあ、まずはこの特異点が一体どこにあったのか、まずは感染者の急増、これは4月の5日つまり6日発表数値からということでありまして、4月の6日から直近1週間、その数値過去最高を20日間連続で実は更新をする。じゃあ4月の5日、その2週間前は一体何だったんだろうかと。このコロナ対策というのは、打った対策もあるいは何か起こった現象もすぐ出るんではなくて2週間後に出るというのが一つの形ということでありますので、じゃあ2週間前一体何があったか。3月の22日、全国で一斉に2度目の緊急事態宣言、これが解除となる。しかも年度末、多くの皆さん方がやれやれということで行き交うと。しかしこの時すでに大阪、兵庫では変異株、その猛威が徐々に現れてきていたところでありまして、徳島においても多くのこの変異株持った皆さん方が行き交うということになりました。しかもこのことについてはさらに変異株のサーベランスでも明らかとなったんですね。3月の22日発表分、こちらについては、まあ、検査分ですけど、こちらについては24検体中の3検体しか実は陽性がなかったと、変異株。ただしその翌週となる3月の30日検査分はなんと24分の22、なんとなく異常値が出た、間違ってるんじゃないか、我々も半信半疑であったところでありますが、その翌週、さらにはその翌週と毎回同じような数字が出る、さらにはその後ということですが、4月の19、4月の26、合わせて49検体中、なんと49検体が変異株、つまり 100% 変異株となってしまったということで、2月の19日から検査を行い、そして先ほど申し上げた3月の22日検査分まででは、145分の26、率にして 17.9% が変異株。ところが3月30日から直近の5月の3日まで、数としては同じ144検体中、なんと134検体、率にして 93.1% が変異株ということで、もう完全にこの3月の22日の検体と3月30の検体で大きく分かれる分水嶺。しかもこの3月30日の検体検査というのは一体いつの検体だったのかというと、3月の22日から3月の29日の陽性患者の皆さん方の検体、つまりちょうど3月の22日からということとぴったり符合するんですね。ということで徳島が4月あの異常値急増となったのも、この変異株の猛威、しかも京阪神からもたらされたもの、もちろん行き来ということですけどね、まあ、こうしたことが明らかとなったところでもあります。まあ、こうした中で我々としても手をこまねいていたわけではなく、まずはおかしいと思いましたので、4月の8日に久方ぶりの徳島アラート、感染観察注意報を出させていただきました。それでもどうもおかしいということで、その2日後4月の10日昨年の4月の16日からの全国一斉緊急事態宣言、全国で唯一休業要請どころか時短すら出さなかった徳島において、時短をかけさせていただく、それも躊躇なく判断をさせていただく、まずは飲食の皆さん方に予告をさせていただき、そして4月の12日2段階
アラートを上げさせていただきまして、国でいうところのステージ2、感染拡大注意全増を発令をするとともに、ここで時短を決めさせていただいて、準備期間が事業者の皆さん方必要となりますので、4月の16日から初の時短、これを飲食店に全県下でかけさせていただくこととなりました。これによって複数のお店、5つのお店が絡んだ飲食の場でのクラスター、あるいは1つのお店のクラスター、こうしたものが続々出たわけでありますが、これらを抑え込むことができ、いよいよ飲食関係2桁あった陽性患者がついには0の日も、あるいは1の日も出てくるようになりました。そしてさらに今度は新たに子どもさんたちの場、つまり中学校、高等学校へ飛び火をすることとなり、全国でも部活動を介してクラスターが多発をするということになりましたので、その先取りとして4月の20日クラブ活動を効率よくやっていただこうと、いわゆるクラブ活動の時短、この要請をさせていただきました。そしてこの4月の20日、これに合わせアラートをさらに1つ上げさせていただいて、国でいうところのステージ3、感染拡大注意急増とさせていただいたところであり、これによって徳島においてはまん延防止等重点措置、こちらが視野に入ってくることとなりました。そしてその後、中高一貫校において部活動を介したクラスターが出る、あるいは中学校でクラスターが出る、こうした点もあったわけでありますが、27日から今度は全面的に5月の5日までクラブ活動を中止とさせていただくとともに、県大会、こちらについても中止要請をさせていただきました。こうした結果、今では小中高における、クラスターはもちろんのこと、感染者もだいたい毎日1人とか、あるいは2次感染、3次感染ということで、学校現場ではなくその周辺で起こるという形になってまいりました。しかしこうした中で、今度は5月の3日です。突然2つの大きなクラスターが同時に出ると。1つは精神疾患をお持ちの病院でのクラスター、一発で27、さらにはプロ野球、その球団におけるクラスター、こうした形で、なんとこれまで最高が4月の24日47であったものが、なんと60。これは大きなインパクトを県民の皆さん方にも与えることとなりました。そこで4月の26日から国との間では、まん延防止等重点措置要請に向けて実質協議に入っていたわけでありますが、1日は見ることにさせていただいたところではありますが、翌5月の4日数字が11、一見減少に向かったようには見えるところではありますが、足してみると2日間で71というのはすごい数ということもありますので、ここは事前から申し上げていたように、躊躇なくまん延防止等重点措置、これをその当日である4日の日要請をさせていただくこととなりました。そして今回ちょうど政府基本的対処事項分科会が開かれ、政府の原案が諮られることとなりました。この中では緊急事態宣言、あるいはまん延防止等重点措置、新たなものが加わる、あるいは期間が5月の31日まで延長となったところではありますが、徳島をはじめ茨城、そして石川、まん延防止等重点措置、こちらが要請が出されておりましたが、それぞれの事情、これに応じまして国の方からは情勢の分析を引き続き行うと、そして状況が急変した場合には迅速に対応する、西村大臣からまずは総括でのお話があり、そして徳島においてはこの60あるいは47、
これらの過去1番目、2番目に多い数についても、すべてクラスターが大きな引き金、また濃厚接触者、接触者ということで、つまり発生源が分かっている、つまり感染経路不明割合は低いと、まあ、こうしたお話をいただくとともに、60のあと、11、11、9、そして12ということで、まあ、低い形で抑えることができている。また時短要請も4月の16日から行い、部活動も4月の27日から5月の5日までは休止まですると、まあ、こうした形で県の施策といったものが一定の効果を発動しているということで、まあ、今回については情勢こちらを引き続き分析をする、そしていい方向に徳島は進んでいるので急変しない限りは、まあ、このまま見送る、あるいはこうした形で見守ると、まあ、こうした形が今回取られたところであります。まあ、私の方からは確かに国の言うこともわからないわけではないわけですが、まん延防止等重点措置、全国知事会、特に私の方から提案をさせていただいて、そして国に特措法の改正、これが行っていただき、結果として出来上がった制度、そして緊急事態宣言に行かないように空振りを恐れず行う制度と、まあ、こうしたことから言うと、やはり知事たちがそれぞれの状況に応じてこれは頼むといった点については、やはり要請に従っていただく、まあ、こうした点が今回なかったのは大変残念だな、そうした思いも言わせていただいたところでありました。ということで、まずは県民の皆様方にはまん延防止等重点措置、これが今回適用見送りとなったわけではありますが、まあ、国の評価、これはアドバイザリーボードの皆さん方がその前日に徳島の情勢もつぶさに分析をした結果、国に具申をしたところでもありますので、まあ、西村大臣の言われる対策、こうしたものが功を奏してきている、さらにはいい方向に向かっている、まあ、こうした点をご理解をいただき、これもひとえに県民の皆様方が県が打ち出している対策、施策にご理解をいただき、最大限のご協力、これをいただいている、まあ、こうした点が今回出ているものと。しかしその一方で、医療の現場においてはまだ例えば県立中央病院での3次救急停止ということにもなっていて、やはり助かる命を助けていく、こうした観点からはやはり緊急事態であることは間違いないところでありますし、あるいは病床の逼迫状況についてもステージ4、確かに軽減はしてきているところでありますが、ステージ4であることには変わりはないところでもありますので、我々としては引き続き臨戦態勢、そして緊張感を持って、何と言っても先ほどのさまざまな影響は2週間後に出ると、これを一つのキーワードとさせていただきまして、ゴールデンウィークが終わる5月の10日から2週間、そして緊急事態宣言あるいはまん延防止等重点措置、その期限とされている5月31日までを緊張感を持って臨戦態勢で臨む、そして西村大臣が言っているいわゆる状況が急変した場合の迅速な対応、その場合には直ちにまん延防止等重点措置、場合によってはそのさらにレベルの違う形ではありますが緊急事態宣言、こうした点についても躊躇なく国に求めていく、こうした形を取っていければと、このように考えております。そこで県民の皆様方、事業者の皆様方には2点お願いをいたしたいと思います。まずは事業者の皆さん方に、これは時短の要請を今5月の11日まで延長をさせていただいております。しかし今回今申し上げたような形でありますので、この5月の11日までの時短の延長、これを5月の31日までお願いをしたいと、まずは第1点であります。そしてその場合について県職員によっての見回り2巡目をさせていただきますので、こちらについてもご協力をよろしくお願いを申し上げるとともに、やはりこの変異株、大変な感染力を持っているところでありますので、
ガイドラインの実践店の皆様方であるわけではありますが、さらにアクリル板の設置、あるいは消毒液の設置はもとよりのこと、換気の徹底、二酸化炭素センサーの設置、また全国で非常に感染拡大の原因となる飲食店でのカラオケ、これは私もこの期間、夜の、9時前後、私なりに巡回をさせていただいておりますが、やはりカラオケを9時過ぎてやられているところ、まだまだあるところでありますので、この点はぜひご注意をよろしく、またご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。またご支援につきましても、この点について確かに十分ではない、心苦しいところではありますが、国の制度もしっかりと活用する中で、また十分でない点については少しでも県の方で上乗せをさせていただく形を取らせていただいて対応をさせていただければと、このように考えております。またさらにはということで、こちらは感染拡大抑止のための、今度は県民また事業者の皆様方へのお願いということになります。先ほど時短の要請の延長申し上げたところ、またカラオケ設備の利用の自粛申し上げたところでありますが、特に今回このゴールデンウィーク期間中に飲食店、そしてガイドライン実践店の皆様方に、従業員、その皆様方の健康状態、また陽性の状況、そのモニタリング、これをさせていただいております。今回も無症状の方1名が見つかったところでありまして、本来だったらこの方が他の従業員の方、お客さんにいわゆる変異株を移していた可能性もあるわけでありまして、そうしたものが事前にチェックすることができた、この体制については飲食の場に広げることはもとより、他のいわゆる事業者の皆様方にも広げる、そうした工夫といったものをさせていただければと、これまで例えば体調が悪い方がおられるということで、福祉施設、特に入所型の高齢者施設、障害者施設、あるいは入院施設を持った病院、させていただいたところ、いわゆる前頭調査ですね、それを例えば事業所にも広げること、あるいは学校、これもすでに行わさせていただいておりますが、そうした形も取ることができればと、特に今回は事業所に対して対応を広げていくことを考えておりますので、ぜひそうした際にはご協力をお願いをしたいと思います。また人と人との接触、これをしっかりと抑えていく、5月の31日までとなりますので、テレワーク、すでに県庁では会議を始めろ、ゴールデンウィーク期間中からその後へということで、5割のテレワーク進めているところでありますが、ぜひ可能な皆様方、あるいは5割は難しいよという形でも、3割、4割という形でご協力をお願いを申し上げたいと思います。そして次に県民の皆様方へのお願いということですが、若者の皆様方をはじめ、すべての世代にこの変異株、猛威を振るう、あるいは重症化しやすいということがありますので、自分だけは大丈夫ではなくて、自分をしっかりと守っていこうと、こうした観点で、より一層の感染防止対策をお願いをしたいと思います。またその意味で、都道府県域をまたがる移動、こちらについても本当に慎重に行っていただきたい。今回、緊急事態宣言、こちらがより広がることともなったところでありますし、まん延防止等重点措置のエリア、これも広がったところであります。また、21時以降、先ほど飲食店の時短の要請がかかっている時間帯ということでありますが、その飲食店の利用、あるいは人の集まる場所への外出、これを控えていただきたいと思います。そうした意味で、今回新たに、もし仮にまん延防止等重点措置、徳島市にかけさせていただく予定としておりましたので、じゃあ仮にこれがかかった場合、1000平米以上の生活関連のものを除く施設については、
実は8時までの時短、これがかかる予定となっておりました。そこでじゃあこの時短行ったらどういう状況になるか、徳島市内にある県立の施設、こちらの利用につきましては8時までとさせていただきます。まあ、こうした形で今回仮にまん延防止等重点措置かかっていた場合はどのような形になっていくのか、県立の施設からまず行っていこうと、このように考えているところであります。そして最後こちらをご覧をいただきたいと思います。今徳島アラート、感染拡大注意急増ステージ3となっておりますが、医療への負荷少しでも軽減をしていただくように、ぜひ以下のご協力よろしくお願いを申し上げます。まずは飲食店における時短の要請が5月の31日まで延長となりました。またさらには緊急事態宣言が4都府県から今回は福岡県あるいは愛知県が加わり6都府県となりました。またまん延防止等重点措置区域、こちらが宮城県が抜けました。しかしその代わり北海道、岐阜県、三重県、この3つが加わることとなりまして、合計8道県においてまん延防止等重点措置、これがエリア限定でかけられることとなりましたので、これらとの間の往復につきましては慎重にも慎重を期していただければと思います。ということで大きく2点事業者の皆様方あるいは県民の皆様方へご要請をかけさせていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは感謝 NHK から質問させていただきます。細かい話にはなるんですけれども、この大規模集客施設なんですが、東芝号が11なんですけれども、施設の数としては今年になるんでしょうか。11、例えば文化の森総合公園文化施設だったり図書館とか博物館とかっていうの でなんかいくつか見るとそういう、ターネルプラザとかっていうので、施設としてはなんかこうちょっともういくつか増えるのかなという気もします。というよりもそれがまあ一つの塊ということで、例えば大きな塊なのにそのうちの一部だけと書いているのは、例えばアイポート、その県民活動プラザの中で実はアイポート徳島も一緒にあるんですね。ところがアイポートが外れていますっていうのは、アイポートはそれまもっと早い時間で終わっているということは抜いておりますので、実は県立徳島市内にある県立でもっとあるんですけど、実は8時よりも早く、例えば18時とか18時半とかで終わってしまっているエコ未来とかですね、そうしたものを覗かせていただく、それで丸ごと抜けるものと、ある施設の中で複数入っていてそのうちの一部が抜ける場合にはそれ以外のところを表に出して書かせていただくと、それで文化の森は全体ということなんで文化の森として書かせていただくと、こういうふうにご理解をいただければと思います。ここにあるものは通常であれば、ごめんなさい、8時以降も基本的にはやってそうです。はい、じゃあ、ね、11施設というふうに。はい、それで結構です。ありがとうございます。どうぞ。また細かい話なんですけども、時短延長の協力金の予算について、はい、以前と変わらず40億の範囲で、はい、今の段階としては40億の範囲内と考えておりますが、まあ、しかし従来11日まで延ばす分については十分いけるとこのように考えておりましたが、まあ、31日まで延びるということになりますと、まあ、場合によって足りなくなるという可能性もなきにしもあらずということでありますので、そうした場合には遅滞なく対応をしていただければと。というのは今回国の制度、まあ、これもしっかりと導入をしていく形となりますので、まあ、ただ先ほども申し上げたようにそれだけで十分ではない、つまり長引きますのでね、まあ、そうしたことを考えると4月の16日から1ヶ月以上ということになりますから、やはりそれなりの対応は必要になってくるものと、このように考えています。ありがとうございます。それではご視聴さんいかがでしょうか。どうぞ。今の質問に関連して協力金ですが、それなりの対応というのは具体的にどういう意味ですか。まあ、例えば今回国の制度が
実はいろいろ変遷してきてるんです。でまん延防止等重点措置にならなくても変わる部分がこうあったりするものですから、つまり一部スライド制になるという話はすでにさせていただいたかと思いますので、まあ、そうした点、まあ、十分にそれで過去の分と齟齬はないのか、まず少なくとも最初の3万4万5万というベース、これ4月の16日から5月の5日までかけた時の制度なんですが、これよりも戻るという場合には埋めさせていただくと、このように考えています。それより少なくなる場合、そうです、それより少なくなることがないようにしようと。だから国の場合ここで例えば25万以上の部分っていうのは前なかったんですけど、あ、まあ、前あったんですけど、あの大規模のものですね、そうしたものが例えば入ってくるとか言った場合についてはいいんですけど、それ以外のところでもし国の分が足りなくなると低くなると言った場合は乗せていくということをさせていただきます。今アナウンスしている協力金の仕組みが変わるわけではないですか。そうです、国の部分が変わる可能性があるので、その場合には埋めさせていただく。だから事業者の皆さんから取ってみると同じになるべくなるようにと、すでにより有利になる分はそれはそのままでいくと。あのモニタリングを、事業者に対して、広げるということですけれども、はい、これは事業者に、補助をするというようなことを、モニタリングのそのキットを配ったり、例えば今飲食店の場合には唾液で PCR 検査をやるということで、そちらをまず事業者に委託をさせていただいてエントリーをした名簿を送るんですね。だそこからキットが送られて、それを従業員の方が唾液ですから危険がありませんのでご自分で入れていただいて、そして封をして送り直していただくと、そしてそこで検査をした結果がご本人と県と両方に来る。で今日お一人陽性が見つかったということですね。あれを今回実は5月の5日までの予定だったわけですけど、これをさらに今度は5月の31日、まあ、まずは11日まで伸びて、これを5月の31日まで伸ばしていこうと。でただ飲食の場だけではなく、こうして無症状の方が分かったということと、今日の実は政府基本的対処事項分科会の中でもそうしたいわゆるモニタリングをもっともっと面的に広げていこうではないかと、従来の福祉施設とか、あるいはまあ高齢者施設、障害者施設のことなんですが、あと医療施設ですね、それ以外も広げていくべきだという意見がたくさん出て、まあ、私の方からもそうした意見全国知事会から言ってますので、もう少し面的なモニタリングを戦略的にやっていこうと、まあ、そうした点を言い、今度は財源の面ですね。今までは全部これ県の自腹でやっていたんですが、やはり国の行政検査、つまり国が2分の1、都道府県が2分の1、まあ、そうしたものを導入すべきじゃないだろうかと、まあ、こうした点も今日提言をさせていただいておりまして、これは月曜日予定をしている全国知事会でもそうした提言をまとめていく今方向として調整をしております。ということで新たに今度は事業所ですね、事業所で体調不良の方が出ると、まあ、本来は陽性の人が出た場合、いや全数調査やるという話なんですが、今日尾身座長さんの方から陽性が出たというんじゃ今回の変異株やっぱりまあ知事が言うみたいにちょっとスピード感がないんじゃないかと、やはりもっともっと体調が悪いと言った段階でやるべきじゃないかと、まあそうしたご意見も座長自ら言われておりましたので、まあ最終的にどのような会見、まあ今おそらく総理と一緒にされていると思うんですけどね、まあ、我々全国知事会としてはしっかりこの提言を10日に取りまとめていと、当然そうした制度徳島としても徳島発でありますのでしっかりとやっていきたいとこう考えています。現時点ではまあいつからとか具体的にはこれから、そうですね、飲食はもう引き続きやっていきますけど、まあ、これで一つの成功事例としてそれをより広げていこうと。どうぞ。まあ、先月の、中旬からアラートを出されて、さらに引き上げられて、結果的に、まあ、少々ピークはあったものの、徐々に今のところ少しトレンドは下がりつつある、だからその辺は因果なのかなというふうに思うんですけど、で知事先ほどその
先読み先読みというキーワードと言われてたと思うんですけど、逆にだから振り返ってということも可能なのかなと思うんですよね。で、月の初めにかなりのピークが来たわけですけど、その半月前に何があったかっていうと、ちょうど聖火リレーがありました。で、聖火リレー、そのそれなりに人の流れがいつもより多くなって、でさらには県外から、特に大阪、兵庫、東京から人がいらっしゃっていた。で、当時何の傾向も兆しもなかったかといえば、知事を振り返られました通り、アラートをすでに出されていて、16日には辞退をするという時点でした。で、非常に難しい判断だとは思うんですけど、今から振り返って、あの時その聖火リレーに待ったをかけなかったのは正しかったと思われますか？それから因果について、その原因と結果についてはどう思いますか？はい、まあ、確かに4月の16日から、まあ、まず聖火リレーが4月の15、16、これはもう決まっていたと。で、結果として4月の16日、9時から時短がかかるということになって、まあ、聖火リレーがその時間帯にやっていたわけではないわけなんですよね。まあ、きっちりその尺の中には入ったと。まあ、確かに人が集まると。ただ、ここも沿道の皆さん方に、そのなるべく密にならないようにと。まあ、割と他のエリアに比べると徳島の場合は皆さん方守っていただけたんではないかと。で、これは結果の話なんですが、四国4県、まあ、確かにやりました。松山市はランナー走らなかったんですが、しかし香川県と愛媛県では沿道の警備の方から陽性者が出たと。しかし徳島の場合には幸運なことにまあそれが出なかったということもこれあるところでありますので、やはり沿道でのその密集具合といったものが、まあ皆さん方守っていただいて、まあ、結果として陽性者が出なかったということになるんではないかと思っておりますので、まあ、私としてはそうした、まあ、今夢と希望がなかなか持てない、そうしたこの暗闇の中、少しでも明るい話題が、しかしもちろん感染拡大を抑えるというのが大前提になるわけなんですが、やはりそれができるんであれば、やはりやるべきではないか、このように考えたところでありますので、非常に今ご質問があるように難しい選択ではあったわけでありますが、しかし結果としてはやってよかったんではないか。まあ、もちろんこれで感染者が出ていれば反省の弁が出たかもしれませんけどね。まあ、結果感染者が出なかった、特に沿道の関係で出なかったといったことはよかったんではないか、このように考えています。はい、どうぞ。読売新聞なんですが、時短、要請の延長なんですけれども、やはりこの、前回のその延長と同じような、背景の理由なんですけれども、やはり緊急事態宣言が出ている地域からの人流を防ぐというのは、まあ、一つの大きな目的という理解ですし、もちろん、県内での人流を防ぐと、これはまず大きな目的と、これが一つですね。それからもう一つは、今、ご質問があったように、まあ、前回の鉄を踏まないと、前回これほどまでのまさか変異株が徳島に入り込んでいるのかと驚くような数字が結果出てきたんですよね。このモニタリングの決算の結果、これも実は後々で出てきますから、まあ、そうした意味では今エビデンスとして振り返ってみたらその時だったなということですから、当然それを知った我々としては、またこれを今日の分科会でも申し上げたところで、ぜひ各専門家の皆さん方にも徳島の事例を共有してもらいたいと、まあ、皆さん方真剣に聞いていただきましたけどね、まあ、そうしたことを考えると同じ鉄を踏まないと、そして県民の皆さん方の命と健康を守っていく、で結果としてそれが行を守ることにつながってくるということになりますので、まあ、今回についてもしっかりと防御しなきゃいけないと。確かに事業者の皆さん方にとってみると、またかと、再延長ということになりますので、しかし今日の東京大阪の数字を見ていただくと、もうお分かりをいただけるかと思いますが、一旦なんか下がったようにちょこっと昨日あたり見えたのが、また線を超えるということで、また全国がこれまで最高値を叩き出していると。まあ、こうしたことを考えると、やっぱりしっかりと防御していかないといけないのかなと。
そして西村大臣からも今回まん延防止等重点措置徳島の分を見送るその一つの理由として徳島いい方向に向かっていると、これは県民の皆さん事業者の皆さん方のやはりご協力がなければこれはできない、対策だけでは無理なところですんでね、まあ、そうした点についてもさらにまあ厳しい話なんですけどね、まあ、ご理解をいただきできうる支援をさせていただくという形で進めたいとこう考えています。よろしいですか。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではありがとうございました。お疲れ様でした。